こんにちは。皆さんは糖質にはどんな食べ物があるの？と聞かれたら何を答えますか？ご飯やパン、芋、砂糖、果物などたくさんあるかと思います。少し質問を変えて、糖質とはどういう物質ですか？と聞かれたらどうでしょうか？いつも食べているけど、これ答えるの難しいですよね。これから糖質とはどういうものなのか、そして知っておきたい性質について説明していきますので、この質問にもバッチリ答えられるようになります。では行きましょう。さて、まずは糖という物質の正体をはっきりさせましょう。そもそも糖とは、アルデヒド基またはケトン基とヒドロ基式を持つ炭素化合物のことです。よくわかりませんね。もっとざっくり言うと、炭素と酸素と水素でできた大体こういう形の分子のことを糖と呼んでいます。材料になっているのが炭素と水なので、炭水化物とも言われます。炭水化物ってそういう意味だったんですね。さて、そんな糖にはたくさん種類があります。一番有名な糖は私たちの血管を流れているグルコースです。ブドウ糖とも言って、体のエネルギー源になる重要な糖です。身近な糖では他にフルクトースというものもあります。フルクトースは果糖とも言って、果物に多く含まれている糖です。フルーツのフルですね。つまりブドウに含まれているのはブドウ糖ではなく果糖であるフルクトースです。ややこしいですね。他にもガラクトースやリブロースなんていう糖もあります。ちなみにもう皆さん気づいたかもしれませんが、糖は名前の最後がオースという音で終わります。つまり DNA を構成しているあの物質も糖の一種なんです。そうです、デオキシリボースのことですね。糖は生き物にとってすごく重要な物質だということが分かりました。さて、糖のことはなんとなく分かってきました。ではこれらの糖と冒頭で糖質の例として出したご飯や砂糖とはどういう関係があるのでしょうか。実はこれらの糖分子にはそのヒントとなる面白い特徴があります。それは、糖分子と糖分子は互いに手をつなぐよう結合することができるという特徴です。この結合はグリコシド結合と呼ばれるのですが、ここでちょっとグルコースで遊んでみましょう。グルコースとグルコースで手をつなげてやると、マルトースと呼ばれる物質になります。もっともっとつなげていくとデキストリンと呼ばれるようになり、もっと長い鎖にしてしまうとデンプンと呼ばれるようになります。ご飯やパンなどの主成分はデンプンです。つまりこれらの糖質食品は大量のグルコースがこのように連なってできているものだったのです。そんなこと知っとるわいという方も多いかもしれませんね。では次は別の種類の糖分子で遊んでみましょう。例えばグルコースとフルクトースが手をつなぐと、スクロースという物質になります。このスクロースの別名が砂糖です。結構意外じゃないでしょうか。フルクトースではなくガラクトースと手をつなぐと、母乳や牛乳に多く含まれるラクトースという物質になります。ちなみに先ほど見たグルコース、フルクトース、ガラクトースが一つずつ結合したものはラフィノースと呼ばれたりします。これらは見た目は違いますが、糖からできているので全て糖質です。構成している糖の種類やつながりの長さなどが違うので、見た目や味、性質が違ういろんな糖質食品があるというわけですね。しかし実際にはもっともっとたくさんの糖質が存在します。そしてたくさんの種類があると整理したくなるのが人の性です。そこで結合している糖の数によって大まかに区別することになりました。糖分子一つだけの状態を単糖と呼び、砂糖のように2つの糖分子でできているものは二糖と呼ばれます。それよりも多くなるとオリゴ糖と呼ばれ、デンプンのように多くの糖分子がつながったものは多糖と言います。これでやっと糖質がどういうものなのか説明できるようになりました。
ここで一つ皆さんに宿題です。実はこんにゃくもとある多糖からできている糖質食品なのですが、この多糖は何というでしょうか。またこの多糖はグルコースと何糖質でできているでしょうか。わかった方はぜひコメントしてみてください。さて、私たちは先ほど説明したような糖質を毎日食べて生きています。ただ大きな問題があるんです。実は人は単糖しかうまく吸収できません。でもご飯やパンのでんぷんは多糖ですよね。どうすればよいでしょうか。ここで登場するのが消化酵素です。消化酵素は糖同士の結合をプチプチ切って細かくすることで吸収しやすくしてくれます。逆に考えると単糖や二糖だとこの手間がかからない、もしくはすぐ終わりますよね。そのため食べてから吸収するまでがすごく早いわけです。裏を返せば血糖値が急上昇しやすいとも言えます。ジュースやお菓子などのブドウ糖や果糖、砂糖などを摂りすぎると良くないというのはこういう理由からだったんです。逆に低血糖の時などはこれらを摂取すると速やかに回復できるということになります。一方で人が分解できない多糖類も存在しています。例えばセルロースです。セルロースは植物に多く含まれている多糖で、食物繊維やコットンの成分といえばイメージしやすいでしょうか。すごく意外ですが、セルロースもグルコースからできています。しかしデンプンなどとは違うベータ結合という方法でつながっていて、人の持っている消化酵素では分解できません。このように分解できない多糖類はいくら糖でできていてもエネルギーとして利用できません。食物繊維やこんにゃくがゼロカロリーの理由はこういうことだったんです。ただ牛さんなどの草食動物はセルラーゼという消化酵素を持っているので消化できます。そのためセルロースだらけの草をご飯にして生きていけるというわけです。そんな糖質ですが、具体的にはどれくらいのエネルギーを生み出してくれるのでしょうか。糖質、タンパク質、脂質がそれぞれどれくらいエネルギーを生み出すかを示したアトウォーター係数というものがあります。それによると糖質は 1g あたり4キロカロリーを生み出すとされています。タンパク質と脂質についてはこの後の動画でそれぞれ紹介しますね。さて、ここまでの内容を軽くまとめましょう。穴埋めになっているので解きたい人は一度止めて確認してください。糖にはいくつも種類があります。代表的なものはグルコース、フルクトース、ガラクトースなどです。糖同士はグリコシド結合により互いにつながることができます。糖分子一つだけの状態を単糖、二つが結合しているものを二糖、十個くらいまでのものをオリゴ糖、さらに多くなったものを多糖と呼んでいます。人は糖質を吸収するため消化酵素により単糖の状態まで分解します。食物繊維などのように人が消化できない多糖類も存在しています。はい、どうでしょうか。続いて今回のおさらいにぴったりな国史問題がありますので、1問だけ解いて終わりにしましょう。人は単糖しか吸収できないんでした。逆に言えば単糖ならそのまま吸収されるわけです。さて、この中で単糖なのはグルコースとフルクトースですね。スクロース、マルトース、ラクトースは全て二糖類です。さて、今回はここまでです。次回はタンパク質について深掘りしていきましょう。バイバイ。